蒸す前と蒸した後の坊主坊主は、水でこねた小麦粉の皮にひき肉をあんとして包み、蒸して調理するモンゴル料理。常食されるが、特に旧正月の時期になると、各家庭で大量に調理され、来客者に振る舞われる。パオズに由来すると言われる。こねた小麦粉を発酵させふっくらとさせた皮を用いた坊主は、マントン坊主と呼ばれる。 坊主と同様の肉を中心とした素材を小麦粉の皮で包み込む料理は多様なバリエーションを見せながらユーラシア大陸に広く分布している。これらは英語でまとめてスチームドミートダンプリングスとも呼ばれ講義にはダンプリングの一種とみなされる。具体的には中国料理のパオズ、小籠包や餃子、チベット料理の桃、ロシア料理のペリメニアピアンセ等々がある。小麦粉を 水でこねる。まな板の上で丸い棒で小麦粉をこねたものを平らにする。平らにした小麦粉の上に適量のミンチ肉を置き、炎上、または楕円状に包む。さっと食用油をつける。坊主用の調味料をつける。炊飯器でふかす。以下はオールモンゴリアンレシピスのページ。ありがとうございます。